始まりました。コガです。サワです。これは日々の気になったものを雑談するラジオです。ポッドキャストでも配信しております。はい、3体ドゥドゥン。いや、ネットフリックスの方の、はい、あの3体ドラマ始まりましたね。はい、始まりました、ね、見ましたか？見ましたよ、全8話。見ました僕も。これどういう感じで喋ります？まずそうね、これ多分やけどさ、ネタバレあり。ああそう、ネタバレあり、ネタバレあり、はい、でまずこれ3体やると多分ちょっと他のいつもより聞いてくれる人多い可能性あるから言っとく、はい、そのこのラジオのコンセプトというか、はい、そもそもまあいっかそんな、はい、そうですねそこはまあそんなん知らんか、はい、普通にじゃあ3体の感想を喋ります。はい、喋りましょう。坂田、あ、俺は、はい、小説1巻は読んでて、はい、2巻はまだ読んでないです。で坂田は小説は未読で、ドラマ版だけ見ました。知ってる、はい、で今回は一応ドラマ、ネットフリックスオリジナルのドラマに対しての感想会を喋っていこうっていうところだけど、はい、多分これって小説ではこうでみたいな話がもちろんしていくので、まあ、そうですね、そういった意味では小説においてもちょっとネタバレはあり入るんで、あのその前提でお聞きください。僕も読みたいんですよね。え、坂田は俺あ、まあ多分ネタバレには今回あんま ほぼならないのよ。あの一巻の小説の話をしたところで、そんなにもうドラマが結構ちゃんとやってるから、はいはい、あのまあまあまあいいや。どうでした？まず僕面白かったんですよ。あ、よかった。普通にめちゃめちゃ面白かったんですけど、よかったよかった、うん、これ別に文句とかでも何でもなくて、うん、まず1個の感想っていうか、うん、なんかマジ SF って、あ、そうね、わかるわかる。その何て言うんですかね、大きくいくと、うん、多分小説は 1巻が3体ゲームまで、いや一応ね、ほぼほぼを、なんならちょっとドラマの方が部分的には小説を超えてんのよ。はい、例えばらしいですね。そう、小説はね、まあ、ざっくり同じで、はい、ざっくり1巻分って感じかな、ほぼほぼ。あ、そうなんですね。そうで、ちなみにあの最後イナゴ、あ、虫さ、はい、見て虫けらだろみたいな、はい、でもこいつらまだ生きてるだろみたいなあれ全く同じとこが最終シーンなの、小説の一巻のラスト。あ、へえ、そう、なんかあれなんですよね、その並行してるとこはもう全部一緒にやってるみたいな。あ、そう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 、時系列だからちょっと、なんなら一巻も超えてるって感じなんやけど、なんかそのもう説明とかはいいですかね。いいよ、まあ、前後は一応言うためにちょっと補足するとして、その3体人でしたっけ。そうね、3体文明があって、3体文明がやってくるのが400年後だっていう設定じゃないですか。そうなんだよ、なんかそこのやっぱスケールのデカさ、うん、っていうのがやっぱそのタイムリミットが長く感じちゃうけど、いやこれ一瞬の話だからみたいな、そのスケール感ってあんま SF 以外だと見ないというか。そうね、7日以内にとか、うん、明日の文化祭までにこれをとかっていうのがまあセオリーというか、まあそのタイムリミットがあるハリウッド的なものだと思うんですけど、そのスケールのデカさ、そしてなんかじゃあ例えばその何代にもわたって意思を受け継いでって今こうなりましたじゃなくて、うん、いや一回仮死状態になって400年後俺はまたみたいな、あの乗る人たちというか、とか あとは迎え撃つ方法としてね、はい、エヴァンズでしたっけ、うん、エヴァンズはもう捕まってやられてるから、あ、ってかあの船で船でぶっ飛ばされてるから、あのこっち側のこっち側のあの偉い人みたいな、偉い人ね、はいはい、とか俺も歌手になるからみたいな、そのもうお前大富士やでやめときなって思ってあ、もう若い人とかええんちゃうとか思ったけど、なんかそのスケール感の規模のデカさってなんか、うん、すごいってまず思ったのと、あともう一個話の筋とは若干ずれるんですけど、その多分その書いてる人とかものすごい SF にというかその科学的なもの、サイエンスについて詳しいわけじゃないですか。そうだね、多分詳しいし好きだろうねあれは、はい、うん、でそういうその科学のその知識なりなんなりってパッて言われて、うん、そのリテラシーがない人は何も分かんないと思うんですよ、うんうん、そのここが面白いとこだとしても、うん、それを面白さを伝えるにはなんかその分かりやすくもできないというか、うん、なんか
どれぐらい削ぎ落とされてるんやろみたいな、はいはい、この書いてる作者の分かる分かる頭の中にあるその、うん、本当はここまで言いたいけど、はい、冗長すぎるなとか、はい、もっとシンプルにした方が話としては分かりやすいし面白くなるみたいなところは絶対あるもんね、はい、なんか話の筋自体はものすごいシンプルというか、うん、宇宙人が攻めてきてそれに立ち向かう話じゃないですか。そうだね。でもなんかその多分なんて言うんですかね、そのそこまで削ぎ落とししてった何かみたいなのって絶対あるじゃないですか。なんかその辺がすごい気になったっていうか。ああなるほどね。なんかこう本気で SF 読者に向けたらこれこの人どんなの書くんやろみたいな。ああなるほどなるほど。かなりだからだいぶ凝ってはいるけど、はい、あでもそれで言うとね、ちょっと小説との対比の観点になっちゃうけど、大筋はすごい守ってるけど結構削ぎ落としてた、そもそもドラマが、はい、小説と比べて、はい、一個一個で、そうそう、だからそこはね俺ちょっと聞きたかったのが、はい、小説勢からすると、はい、まあごめん一巻まだしか読んでないものではあるけど、小説側からすると別にあの結構登場人物とかの関係性っていうか人が結構変わってて、実はあらしいですね、うん、ほぼほぼなんかあの5人組みたいなのあるやん、はいはい、あんな感じじゃないのよ。おうおう、もう小説はほぼあれに該当する学者が1人、はい、ナノマテリアル研究者、あの女の人が担当者だったの、はい、一番最初にカウントダウンをオギーでしたっけ、オギー、はい、オギーやったっけ、そう、あのベイビードライバーの女の人でしたっけ、それ分からなかった、なんかあれですね、あの細い繊維で人ぶった切る、そう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 、ナノマテリアル研究者ね、はい、あれが主人公、一家のまあほぼ主人公的な位置づけでいて、はい、その人にその人が結局あの学生というか学者5人衆みたいなやつの中で言うと、うん、全部のポジションをあの一人で担ってる感じなのよ、はい、だからあの新しく5人出てきたっていう、5人やったっけ4人か出てきたのは、うん、あのはず初めてというかあの、はい、ドラマで多分オリジナル化してて、うんうん、であとドラマこれ多分ドラマオリジナルだったなって思うのが、星のウィンク、はいはい、あれはねドラマオリジナルかな、へえ、確か小説にはなかった描写けど、あった方が分かり、映像としてはなんか分かりやすいし、なんかあうまって思ったし、はい、そもそもそうあの辺はうまいなって思ってて、はい、でさっきごめんちょっと前後しようけど、その主人公がオギーが、はい、女の人じゃないのよ、あの小説は男の人なんだけど、うん、でも別に女の人でいいんだよね、はい、あの特に何も思わなかった、思わない、そう全然よくて、はい、けどナノマテリアルの研究者である必要はあるのよ、そうですね、あのぶった切らなきゃいけないし、はい、とかいろいろあるから、はい、だからその辺のここは外したい、ここは外せないっていうところの、はい、多分なんていうかすごい、ね、なんか入念にドラマ化するにあたってやったんだろうなっていうのが、はい、あのちょっと感じたというか、うわすげえ、どこをオリジナルとして出すか、でも原作組み替えるというか、あそうそう、でも原作として本当の意味での原作を忠実に守ってみたいな、はいはい、やりたいことに関しては思ってる、はいはい、あとソフォンっていうなんか2期ある女の人のなんか謎のさ、はい、3体の中でも3体ゲームの中でも出てきたけど、あれがソフォンっていうんですか、そうあいつソフォンっていう名前になってたんだけど、はい、とか一応あれアナウンサー出てきたっけ、出てきたっけ、それ以外であのゲーム外じゃないですか、うん、出てきましたね、あの一応最終話であのあーそうだ、おじさんの前で見てるよみたいな、ああそうだそうだそうだ、あいつあいつあれごめんあれさどう見えてた、いやマジでなんか SF に出てくる女キャラって感じじゃん、あそうだよね、あそこだけめちゃくちゃ変えてるわ、なんか本当になんかいかにも SF っぽい、あそうそうそう、なんかブレードランナーとかでもとかからあるような、あれちょっといびつやったもん、なんかちょっと違うように見えるというかさ、なんかそうですね、なんか違うドラマのキャラみたいなさ、なすごくテンプレとかも感じました、そうそうそう、なんかそのそ今回の3体ってどんななんかすごいあれなんやって思ったんですけど、うん、ほんとなんか王道に見えたというか、あそうそうそう、あそこがねちょっと変えてて、はい、あのそこがね俺その気になったとこがあって、はい、気になったそのまさに原作見ずに、はい、ドラマ見た時にこれ気になったんじゃないかなって思うのが、うん、ソフォンの出方がなんかちょっと違和感あった、はい、その原作あんな出方しないから全然違くて、あとあの船ぶって切るやん、はい、あれ船ぶって切るのあの方法であった必要あったあったとかって思うんじゃないかなと思ってて、横からビーって、そうあの線で切っていくやん、はい、あれをあれ小説やと、はい、もうああせざるを得なかった理由がちゃんと結構議論をした上であるんだけど、
なんかそこまで話せずにあの作戦になってたかなと思ってて、確かに本当に人を殺す必要あったのかみたいな、そうとか、そう、そこの辺が、そう、俺ソファの出方とそこだけちょっと気になったとこで、それは そんな違和感なし、あ、まあそのソファもそうです、ね、テンプレっぽいって思ったってあったけど、あのビーってところは、うん、なんか本当に正直あんまりボーッと見てたみたいな、いやちょっとあったんで、おいおい、いや、なんか違和感とかはなかったんですよ。あ、そうなんです。そのまあその技術っていうのがなんかまあ毒にも薬にもじゃないですけど、うん、てかこんなことするんやみたいな、てかなんか割とその地球側の傍若無人さというか、もう何振り変わってない感じというか、うんうん、なんかそんなにしなくてもぐらいのあ、なるほど、っていう感じでしたかね。そんな違和感とかはなかった。あ、はい、じゃあよかった。なんかあれ、はい、ちょっと補足すると、はい、なんでああなったかって、はい、その三あの陽陽あ女の人、はい、昔中国、あ、陽分血、陽分血、なんかあのこれちょっと言っていいですか、なんか世界史の教科書とかで毛沢東って出てくるじゃないですか、下になんか毛沢東って書いてあるじゃないですか、いやあれああなるってすごい思ってなんか本当に音読みしちゃうというか、そう、音読みしちゃうの日本人はね、はい、陽分血、はい、なんかいい文人みたいな、はい、ちょっと忘れちゃったけど、で、あ、ウェイか、まあまあいいや、そうで陽分血が、あれ送るやん、はい、あの太陽に向かって、はいはい、で あれも太陽、ちなみにあれもなんか太陽がそう反射してあの電波の強度を上げてる、はい、上げていくっていうのが、はい、まあ、分かった上でやるやっていくんだけど、であれでさ、あのあれ俺何言おうとしたっけ、あ、そうで、あれによってそのエヴァンズたちが、はい、もう三体文明と連絡を取り出してたじゃない、はいはい、なんかであそこを抑えなきゃいけないと、はい、あのジャッジメントデイで抑えなきゃいけないと、で、あれ原作はめちゃくちゃどうやってやるかを会議するの、はい、まず最初に普通にもう一気にそういう軍事的に攻め込んで制圧する、はい、でもあのまず何人いるか分かんない、はい、船の中に、はい、で全員殺したかどうか分かんないみたいな話とかがまずあって、だからちょっと危ないと、で銃撃戦になった時に、はいはい、そのどこに ハードウェアとしてその情報をログを残してるかどこにあるかも分かんないから、うん、そのなるべく破損は絶対させちゃいけないんだと。確かに。だからロケットとかで爆破とかはなしってなった、はい、であのじゃあもう神経ガスとかを打ち込んで、はいはい、もう内部の人間だけ殺させるとか、はい、そっちはどうだって言った時に、はい、いやそれもそのああいう系のやつは時間がかかると、要は全員に毒が行き届いて殺すまでには時間がかかるから、はいはい、そこで異変に一人でも気づいたらもう海とかにそう捨てられるし、多分自爆とかするし、はい、だから自爆は絶対させちゃいけない、はい、一瞬で制圧させなきゃいけないけど、ハードウェアは破損させちゃいけない、はい、っていう時にそんな方法ねえじゃんってなって、はい、なんか結構行き詰まんのよ、はい、でその時にそのあの警官役、はいはい、あのシキオっていう名前の、はい、あのやべえ、なんて言ってたっけ、ダイシーか、ダーシーだ、はい、あの中国人のさ、おっちゃんいたやん、警察官のおっちゃん、あのでっかい窓ガラスみたいな人、あ、そうそうそう、はい、あのちょっとデブの、はい、であの人が、まあ、結構いわゆるなんだろう、もう本当にちょっとあのイケイケ系というか、はい、無茶をするタイプの、はい、でもまあ結構本質をついた賢さが、はい、本当に優秀な警官なんやけど、はい、あの人が思いつくのよ、はい、あの原作では。でそのハードウェアって破損した時にむちゃくちゃ鋭利に切った場合は後から修復が可能なの。その要は電線とかをバチって切ってもさ、つなぎ直せるじゃん。あ、そうですね。そうだからハードウェアを爆撃して壊したらダメだけど、めちゃくちゃ鋭利に切断した状態だったら復元が可能だと、はい、ああ。そうだからなんか本当は50センチ最初は50センチおきにそのもうナノマテリアルのブレードを貼ったら、はい、多分大そのはい、おそらくハードウェアは切れるけど、切った後に回収したら復元できるっていう唯一の方法だったもん、はいはい、で、あのかつ最初50センチだったら、はい、人が寝てたらそのすり抜ける可能性あるから、はい、でどこにいるか分かんないから15センチにしようみたいな、はい、
だから絶対にその瞬間に全員即死させる、はい、かつハードウェアを絶対に回収させる方法っていうのを議論した上であれを思いつくのね。へえ。そう、おもろ、そう、おもろいじゃん、はい、とかでそこまでは描かなかったじゃんドラマでは、はい、もういきなりなんか急にブレードが切って全部ぶった切ってるぞみたいな、だから結果は一緒なんだけどみたいな議論を結構小説出してて、はい、そうだからあの過程があるかないかで割とあの一緒のやってること一緒なんだけど、はい、そう全然違いますね。そう全然違うじゃん、だからこれ見た人があ納得感あったかなどうなんだろうとかはちょっと思った。そういう議論が飛ばしてたから、本当にこれ僕が良くない視聴者だったんですけど、うん、だいぶ僕あの布団で見ててあの前後あんま覚えてないんだ。そうなんだ。ジャッジメントでぶった切りシーン、ぶった切りシーンはぶった切ったのが覚えてて、うん、なんか僕それよりもやっぱあのコミューンの中がすごい気になったっていうか、コミューン、コミューン、コミューンっていうかあの船、うん、なんかいっぱい人いたじゃないですか。あ、行ったね。そのエヴァンズガーデンみたいなとこ本当にでなんかシュが、ね、うん、なんか、ま、見てくださってるみたいな、うん、あれどっから出てきたのあいつらと思って、あれあれか、あの昔養分家出た時のあの本くれた人ですか。エヴァンズってエヴァンズはね外人、本くれた人じゃない、本くれた人はアジア人だったと思うけど、エヴァンズはなんか森の時、森の中であった、あでなんか絶滅していくかなみたいな感じで言ってた人だね。そう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 、でなんかで、あそう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 、でその人になんか集まった審判みたいなことですか。審判っていうか、そうあの人と、まあ、陽分血が人集めてたみたいな、そうもう結局3体に人類は救済してもらわないといけないんだと、はいはい、だから人類は自分の問題すら解決できないみたいな、はい、なんかセリフがあったと思うけど、まさにだからあれの考え方を持った人らで、なんか一応ねそのなんていうの、人間側にいる3体とつながりたい派にも、はい、なんか実は派閥があって、はい、結構過激に3体にこう、はい、もうガンガン来てほしいっていうタイプもいれば、はい、あのもう少しこうちょっと距離を取るスタンスもあったりして、うんうん、まあ、そこまでは小説、あドラマでは描かれてなかったけど、うん、まあ、でも基本的にはそう3体分目に人類を救ってほしいと思っている人たち、うん、なるほどなるほど。ちょっとあの最初の方から喋っていいですか、うん、そのまず3体ゲームのとこから、はい、でちょっと1回切る、あ切ります、ね、1回前半としてじゃあはい、じゃあパート1、パート1ここで終了します。はい、じゃあ続けて、続けて次パート2でポッドキャストでも配信してます。はい、グラップル、アマゾン、スポティファイ、お好きなプラットフォームで聞いてください。お願いします。